ついに次世代君主、俺の出番がやってきたようだな。生徒会長としての誇りを忘れず、生徒会を率いていってくれ。もちろんですよ。ところで堀北先輩、俺と一つ賭けをしませんか？賭け？どうやら次回、綾小路が佐藤から告白されるみたいなんですよ。それで？その告白を奴が受けるかどうかを賭けましょう。ちなみに俺は綾小路が断る方に賭ける。ちょっと待ってくださいよ、そっちは俺が。綾小路が断る方に賭ける。断固として譲るつもりはない。だからお前は綾小路が告白を受ける方に賭けるんだな。いや、しかしお前は賭けが成立しないような提案を持ちかけたのか。じゃあ俺は綾小路が告白を受ける方に賭けます。次回、全てを疑うことも全てを信じることも共に安易で、思考を放棄するに等しい。時には強引に勝ちに行くことも重要だ、南雲。よく覚えておけ。